閉店事件いやーもうすぐで夏ですね皆さん夏といえば何を思い浮かべますかそうですよねホラーゲームですよね,ーーねということで今回はチラズアートさんの最新作ではなく2年前の作品をやっていきたいと思いますはいなぜ今やろうかと思ったかというと 私にもわかりません。あの、こちらのゲームはですね、あのー、閉店間近にバイトをする女子大生が、まあ、題材のホラーゲームなんだけど、いや、めっちゃ面白い。だって、これ見た感じ、スタバで働いてるんでしょこれ多分。スタバで閉店間際に働くってことでしょいや、めっちゃ楽しそうじゃん閉店間際のバイトとか、もう最高に楽しいじゃねえかよ。しかも、バイトで、ね、バイト、このスタバでバイトする女子大生ってことは、まあま<た> 可愛いんでしょうね。うねだって、ね、バイトで働いてるあんちゃん、姉ちゃんは、めちゃくちゃ美人さん、イケメンさんが多いですからね。あのー、主人公の女の子、あの、今度お茶行きませんはい。さあ、初めからやっていこうか。いや、この主人公の女の子は、さぞ可愛いんでしょうね。いや、めちゃくちゃ可愛いよね、絶対。ローディングって文字でっかー。<laughs> こんなでかくしなくていいでしょ。そんなでかく書かなくたってわかるわ。で、あ、やば。 もうバイトの時間過ぎてる。それやばいな。早く車に乗らないと。うわ、車持ってる。免許持ってる。やっぱ行けてんな。で、視点がめちゃくちゃ下。下向き。めっちゃ下向いてるけど。で、あ、ちょっと視点早いな。ちょっと視点早い。ちょっと、設定もろもろやってきます。よっしゃ、設定もろもろちんちんやってきました。で、これがアパートか。これが女子大生の住むアパートか。いや、なんかいい匂いしそう。いい匂い。あー、いい匂いするわ。<laughs> 金もいい匂いするわ。ここ、クローゼットかなここ。ああ、いい匂いする。すごく。なんか、フローラルの香りがするわ。で、えー、っと、これ、コーヒーかなで、あ、チラるや、チラ丸、チラズアートさんのキャラクター、チラ丸や、かわいいな。で、あ、なんか、ちょっと古めのテレビだね。な、古い感じのテレビだね。なんか、最近さ、テレビってこういうなんか、枠がついてるテレビって逆に少ないよな。で、はしご薄、薄 <laughs> ははしご、薄ないなんか、ははは はしごが薄いよ。え、ここの、ここの上で寝てんのかなで、入、はい、って。うわ、結構狭いんだな。いや、都内なのかな都内に住んでる。いや、結構狭いな。玄関という、もうね、玄関というのが存在しないかんね。で、はい、トイレとか待って。うわ、千万。え、めっちゃお風呂狭くないね、足を、足を折りたたまないと入れない千万。で、はい、これ行って、アパートを出るね。うん。で、出て。うん。どんな感じ外は。 うわ、ツバめっちゃ飛んだ。モニタリーにツバめっちゃ飛んだ。興奮しすぎてる。で、あ、こんな感じか。やっぱ都会だな。都会って感じだな。で、はいはいはい。結構暗いね。ま、ああれだよね。あの、閉店マギアのバイトだからね。で、降りてって、降りてって。お今んとこ普通だよね。こっちとか行けんのかなこっち。あ、こっちとかも行けんだ。いや、すげえ、クオリティ高すげえな。で、こっち行って、下降りて。はいはいはい。な。<laughs> なんか、古めの、なんかガラケーみたいな音してる。ガラケーの着信音みたいなしてる。あ、やっぱガラケーだ。誰かの携帯。なんで、ね、えっ、ー、と、なんか、あ、これ書いてある、なんか。なんか、あ、読めねえな。ちょうど読めねえな。カルピスウォーターとか、ねえ、なんか、オロナミ C とかあるよ。俺、ね、ナミシーじゃないかな,な、これ。なんか、あるよね。えっ、ー、と、で、これが CC レモンかな。いや、よく見たら、よく見たら GG レモンじゃね ?GG が飲むんかな。で、はい、こっち行って。こっちでいいのかうん、どっちバスって書いてあるけど、バスじゃないもんね。あ、じゃこっち行って。 で、はーい。な、暗いな、ちょっと。明るさ設定できんかな、これ。明るさ設定。明るさ設定できるわ、設定して。あ、見やすい見やすい。これがいいね。で、はーい。え <laughs> 誰かい,いねえ誰何してんですか憲法でもしてんですか中国で話題の憲法でもしてんですかいや、中国で憲法が話題なんか知らんけど。え何この人顔色悪顔色悪すぎに大丈夫な、男が何かを探してるすみません。 てんてんてんわ。首の角度。首の角度どうなってるんすみませんああ。首の角度。あのー、何その、コンクリートみたいな、なんか肌の色してんね。何かお探しですかこれ拾ったんですけど。あ、あ、ぼ、ぼ,ぼく。あ、これぼうちゃんもしかして。20年後のぼうちゃん。あ、ぼ、ぼく。ぼうちゃん。あ、やっぱぼうちゃん。んあ、取った。んえ 何もねえのかよありがとうとか言えよな、ありがとうとか言えって言ってんの <laughs> うざ。<laughs> うざお前ありがとうとか言えよめっちゃ見てくる気持ちあるこいつ絶対私に恋した絶対私に恋してるよ俺、俺、ねえ、あんたみたいなひ弱男は、私すぐ惚れちゃうんだから、はい、はいはい。い姿勢どうなってんの姿勢後ろ向きな。<laughs> 姿勢どうなってんのじゃあこれ車乗っていこうか。おいついてくんなよこいつ。おい私声すんなよ。で仕事行って、はい。でんど、仕事場どういう仕事場仕事場あ、やっぱり、なんかあれだ、スタバみたいな感じだ。あ、チラ丸が、ね、なんか、なんてだ、か、看板になってる。すご。で、はい、こっち行って。うわ、グラフィック綺麗だな。これ2年前のゲームなんだろう。すげえな。で、なんか書いてあるなにこれえー、チラズコーヒーかなチラズアートさんのチラズをかけてチラズコーヒー。いいね。で、オープンと、はい。 で、あ、内装は綺麗な感じだね。あ、結構、あ、すげえ、パンとかある、パンとか。で、ね、なんか、ね、デザートがある、デザート。で、あ、こっちにもあって。あ、結構、店内、あ、狭い感じなんだね、店内。あ、いいね、いいね。で、ど、何すればいいんだトイレ、トイレとかもあるけど。トイレ誰もいない。で、これはこっち行って。あ、結構広いな。で、自分の荷物を片付けて先輩に話しかける。先輩誰先輩、あ、先輩先輩いますね、マスクが大きいですね。で、荷物片付けて、ここかなここに片付けて、何これ これ何なんか横長な鍵めちゃくちゃ横に長くないはい、これで。えー、っと、あ、ちら丸飾ってあるんですね。先輩先輩意外と可愛いですね。可愛い趣味をお持ちなんですね。で、えー、っと、遅れてしまいました。すみません。え、お前気をつけろよ次は手帳に作るかな、船橋先輩。本当にすみません。ありがとうございます。<laughs> これからは気をつけます。気をつけるだけじゃ足りないんだよ遅れないって言えよ わかったかはい、もう遅れません。お前、オーダーの時、あたフたするだろオーダーに困った時のために、参考にビデオテープを取っといたから、目を通しちゃおけ、優しい。この先輩、めっちゃ優しい。あと首の角度、首どうなってんですか何その首え、わかりました。え、そして、間違えたドリンクは、ちゃんとゴミ箱に捨てとけよ。あ,あ、あともう一つ。 えー、携帯電話もろもろは、必ず廊下に入れとけ。わかりました。うんえなにえうわ、びきしゃなに立ち上がった。よし、先輩どこ行くんかどこ行くんですか先輩。先輩どこ行くんですかなんかカクカクしてる。先輩カクカクしてる。え先輩、車にめり込んでる。先輩先輩どこ行くんですか先輩 先輩行っちゃった。先輩,先輩私を追いかけます先輩のこと大好きです先輩先輩追いかきます先輩先輩私を追いかける先輩ははは私の方が足早い私の方が足早い先輩先輩行かないで私を一人にしないでまだバイトが終わって、あ、先輩先輩行っちゃうえ何え、えな、何独特な運転めちゃくちゃ独特な運転だね。じゃあ戻るか。 で、あい、戻って、戻って、戻り、戻りちんちんして、戻りちんちんしての、これビデオテープ見とけって言ってたよね。ビデオテープ見るか、これ。これをこれ先輩わざわざ私のために用意してくれたの私のこと好きじゃんで、カセ、ビデオカセ、カセットプ,プレイヤーを見て。今の俺知らないんだよな。カセットプレイヤーとか全く知らない世代なんだよな。で、えー、っと、なんかコーヒー入れてていや、わからんわからん。先輩画面がちっちゃくてわかんないです。これ先輩がやってくれてるのか かな氷入れて、なんかブレンダーみたいなやったね。でうん。カップ置いてうん。なんか牛乳入れてうん。んどういうことあ、ブレンダーカップでんんなんか、うん、なんか入れてんね。なんか入れてる。いや、先輩先輩すいませんわかんないです画像が荒いのと、画面がちっちゃくてわかんないですでうん。 え、こうでオーダーステッカーってのがあったね。オーダーステッカー持って対応すると。オッケーオッケー。で、これがホットドリンクの中途でやるね。これ。あ、これ持って入れて。カセットテープでっかこんなもんか。いや、今の世代知らないんだよな。俺まだ高校生だから知らないんだよな。で、えっと、オーダーステッカー持って冷蔵庫。うん。で、えー、コーヒーが入れてってで、牛乳。牛乳を何これ 何この道具見たことない。見たことないって。なんか牛乳入れたね。で、コーヒー取って。なんかその、なんかミルク取って。んよくわからんって。先輩もうちょっとゆっくりやってくんないゆっくり。私初心者なんだよ、初心者。初心者に優しくして。で、はい。オーダーステッカー取って。完了。じゃあ次、えっと、食べ物のチュートリアルね。食べ物のチュートリアル。はい。で、ん食べ物はどんな感じえっと、食べ物のオーダーステッカーは、 え、食べ物あ、た、食べ物、ここにあるんだ。棚から取って、で、うん。いや、トングあるなら、トング使えや。な、<laughs> 素手で掴んでるぞ、こいつ。だこれ、注文アイテム、ここに置いて、えー、っと、シフォンケーキ、う、は、ん、あ。で、いや、先輩ちょ、先輩足らなすぎます説明が少なすぎます で、なんかレシピ書いたんだ、これ。え、コールド冷たいのダークモカチップチラペチーノ。むずいむずい。若者の言葉はようわからん。え、キャラメルチラペチーノ。バニラチラペチーノ。抹茶クリームチラペチーノ。最近の若者は、チラペチーノってつければ何でもいいと思ってるんだよな。で、ホットはドリップコーヒーとかラテとか抹茶ラテ、ホワイトモカ。ソルデットキャラメルモカ。キャラメルマキアとバニララテ。もうよくわからん。最近の若者の言葉はよくわからん。あ、いらっしゃいませーいらっしゃいませ さあこんにちはでわ、体ねじれてる。すんごく体ねじれてる。大丈夫ですか体ねじれてますよ。で、たかしチラずコーヒーと言ったかこういう洒落た店は初めてなんだ。初めてですかおじいちゃんな、おじいちゃんなのに初めて来てくれたんだ。で、たかしどうも落ち着かない。この店はなんか変だよな。うん。娘が好きみたいでよく飲んでるから来てみたんだが。うん。飲み物は君に任せるよ。あと、あ、あ、二つお願いするよ。うん、なんで二つなんで二つお願いすんの恋人がいるんですか えっと、お飲み物がお二つでよろしいですかなんで、お飲み物二つなんですかもしかして、あの、奥さんに黙って、なんか,か,か、彼女作ったとかねああ、それでいいよ。それにしても、本当に不快だ。なんだこいつあ、た <laughs> かし、こいつなんか不快、不快とか言ってる こんなものに、こんな値段するのか。わいわい,い、言っちゃいかん、言っちゃいかんこういうのは雰囲気というものが大事ですね。大事で、大事だからね。そう、高いとか言っちゃダメだよ、こういう。スタバとかで、ね、高いとか言っちゃダメだからね。で、何すればいいんだあ、なんか、ここになんかステッカーがあるね。ここにオーダーステッカー取って、これで、え、コーヒーとラテを作ればいいと。まず、コーヒーはコーヒー、コーヒーはホットですかそれとも冷えてるやつですかどっちですかえっと、多分、あったかい方だよね。あったかいので、これ入れて、あ、入れてる入れてる、すげえ。なんか入れてる入れてる。で これ入れて、確かここに置いて、カップ取って、蓋して、で、これで渡すんだよね。で、これでステッカー置いて、はい。あ、取ってくれたん取った と、そったの取ったのかたかしたかし、それ、取ったのか,それ取ったのかで、えっと、あとは、ラテ。ラテの作り方はなんだえ、ラテは、えー、っと、ラテ、ラテ、ラテはホットだもんね。え、コーヒー、スチームミルク。スチームミルクって何スチームミルクって何えっと、まず、じゃあ、これ、ホットカップにこれ入れて、スチームミルク。ミルクを使うのかスチームミルクだから温めるんかえっと、これ何これ。ブレンダーカップ。あ、これ、氷だな、多分。氷のや、やるやつだな。で、これは、ミルクピッチ。 ミルクピッチャーってことは牛乳使えるえ、これ置いて、これ入れられるあ、入れ,れた、入れた。シュゴー。あ、いい音、いい音。で、これ入れて、え、これを、これ入れるんかえ、持っちゃった。えっと、これで、これを入れると。で、えっと、これで蓋して、はい。で、えっと、これ置いて、これこう。いや、成長早私成長早すぎる。そうくん、成長が早すぎます。ありがとうございました。また送られてお持ちしております。はい。で、行っちゃうのか うドア開けて。ドア閉めてけドア閉めてけ寒いだろいや、暑いかもしんないけど、今夏なのか冬なのか知らねえけど、閉めてけなんだあいつうん。あ、早はは <laughs> 運転早あら、高志高志運転荒で、はーい。うわー早え、早早早ちょっと待ってえ、ここ治安悪すぎんで、入ってきて。お姉さん来たね、お姉さんかわいいお姉さんで、はーい、ね。首どうなってんですか、首。で首どうなってんですか えっと、サラン、え、知ってますストーカー事件が増えてるんですってそうなんだ。えっと、怖いわよね。私なんかほら、こんな感じだから気をつけないと。いや、そ、いや、いや、そんなね、あの別にそんな可愛くないっすよ。で、男の人、い、みんないっつも向いてくるから。あなたも、うん。え、まあ、私ほどじゃないけど気をつけたらいいわ。なんだこいつ <laughs> こいつなんだうん。 注文はダークモカチップフラペチーノ。長い長い長い。なややこしい注文しないでくれる。私、初心者なんで。なんだこいつ可愛さマウント取ってきやがった。いや、私の方が可愛いって絶対。な絶対この主人公の方が可愛いよな。えっと、ダークモカチップフラペチーノ。え、ダークモカチップフラペチーノはえっと、まず、ブランドアイス、コーヒー、ミルク、チョコレートソース、ココアパターンわからんってブレンドアイスってなんだブレンドアイスって。多分これ、ブレンダーカップに氷入れたアイスのことだよ。 でこれ入れて、はい、じーっとして。 で、あとなんだっけえっと、コーヒー入れるんだっけえ、これ確か冷えてるやつだよねコールド。えっと、コーヒーとミルクを入れるんだねオッケーオッケーオッケー。じゃ、まずこのコーヒー、これ取って、はい、コーヒー、ジョボジョボジョボ。え、コーヒーの、なんか、カップの色黒くない大丈夫はい、これ入れて、牛乳入れて、はい、入れて、これ丸ごと1本入れたの入れすぎじゃないちょっと溢れちゃうよ。で、えっと、このブレンダーカップ、トリーの、で、これ入れの、なんだっけあと、あとなんだっけえっとえ、ダークモカチップ、チラペチーノは、 チョコレートソースとココアパウダーね。OK。えっと、まず、チョコレートソース。うん、シロップ。え、チョコレートソース、どれこれか。これ、ワンプッシュいて、ワンプッシュ C の、で、ココアパウダー。え、ココアパウダーどれこれか。これ入れて、で、これで、えっと、これで蓋して、お客様に提供すると。はい、はい、はい。ありがとうございました。また、これでお待ちしております。 であーあ、あ飲んでいくスタイルですか大丈夫ですか背もたりに、なんか服が、めり込んでますよ。で、はい、来て来て、またお客さん来て。ちょっと待って、なんかタンが絡んできた。あーいらっしゃいませあなんかすごい、お客さんめっちゃ来たドアすり抜けてきたすごいみんな感覚開けて、いい子たちね。なんか感覚開けていい子たち。お前めっちゃ吹け顔やん。こいつめっちゃ吹けてる顔が。なんか見た目、50歳ぐらいに見えるこいつだけ。はははは。 <laughs> こいつだけ吹け、ふけ顔だな。で、はい。ね、なんか、あれなんか、この人芸人で見たことある気がする、この顔。えっと、ケンタ、お姉さん、俺抹茶ケーキ。次、俺な、コウジ。え、いや、俺だって、俺、それで、と、キャラメルも、もう一やややこしいややこしい。うわ、勝手に閉まったドアが。え、じゃあ、俺は、抹茶クリームチラプチーノ。 え、お前いつも飲みきれないじゃん。だから俺とシェアしようぜ。あ、仲いいんだな。で、確かにそれいいな。そうするか。なんかお前、工事お前多分ジャイアン的立場だろ、お前。ジャイアンみたいな感じだろ。で、俺まだなんだけど。お姉さん、俺あとパンプケーキ。パンプキンケーキ。俺も何か食べようかな。お前先頼んでいいぜ。え、ぶ、たか、僕は、えー、っと、えー、キッズココアで。<laughs> こいつ、かわいいな。控えめタイプ。なんだキッズコココアってかわいいな。 え、気つくわ。お前マジかよ。今、お金なくて、そっかそっか。まあ、そうだよな。高校生とかね、バイトしてもお金足らない時あるもんな。えー、それ先に言えばいい。先に言おうよな。そんくらいおごってやるよ。本当は何が飲みたいんだよ。いい人。えー、ちょっと待って。ふけ、ふけ顔の正気。めっちゃいい人。え、でも、いいから言っとけよ。こいつお金持ってるからさ、めっちゃいい。 人たちこの人たち何一生友達いる、友達いろよ、お前ら。な、仲いい友達い、いろよ。えっと、いや、そ、いや、そんなんじゃないけどさ。でも本当は何でもいいぜ。本当は、ホワイトモカが飲みたい。可 <laughs> 愛かわいい、こいつ。たかちゃん、かわいいな。お前、かわいいな。ホワイトモカが飲みたかったのか、本当は。オッケー、食べ物はえ、いや、そこまではいいよ。 仕方ない。食べ物は、俺様が奢ってる。うわ、いや、かっこいい。この、俺様系男子、かっこよ。この、ケンタって人、俺様系男子ってめちゃくちゃかっこいい。ボタンめちゃずれてんのに、ね。<laughs> ボタンめちゃくちゃずれてて、かっこ悪いのに、俺様って言っただけでなんかかっこよく見える。で、でも、えっと、じゃあ,あ、アメリカンワッフル。ワッフルな二人とも、ありが、んありがとうしっかり言えよ。ありがとうしっかり言った方が、もっと関係、ね、仲、仲の良さが深まるかな。 おい、どうしたんだよどこ見てんだなんか、音聞こえなかったえ <laughs> そういうの、ねえ、タカちゃん、そういうのやめてよ。私そういうの苦手なの。え、音どんな音だよ。俺も聞こえなかったんだけど。え、あい、あい、えいや、いやなんでもない。本当ありがとうねあ。ありがとうって言える。君はいい子だよ。タカちゃん、ね、そう、こういう友達を一生大事にしだね。うん、俺みたいになんないようにね。俺なんか友達一人もいないからな。 うん。大丈夫かならい,い大丈夫かいいんならいいけど。ま、あ気のせいだろう。うそんな時もあるんだよない。は <laughs> うん。お姉さん、俺決めたわ。アップルパイで。うん。お会計はど、お会計はどうされますか一緒でいいよな。うんえ。正気、工事正気。うん。で、えっと、なんか後ろのおば、ばば帰ってった。えっと、なんだっけ食べた、え、何頼んだっけ何頼んだっけ確か真ん中。おお全部覚えてるなんてさすがっすね。 そんじゃ、お願いしまーす。あ、この人たち、いい人い。しっかり感覚開けて、感覚開けて、ね、並んでる。めちゃくちゃいい子たち、この子たち。ね、しょ、じょ、常識がなってる。めっちゃいい子やん。なんか BGM、エッチくないなんか BGM、めっちゃセクシーやないなんか、すんごくエッチなんだけど。ペレペペペペ,ペ,ペ。なんか、セクシー。なんか <laughs>、なんか、めっちゃセクシーね。あ、で、えっと、まず、えっと、抹茶クリーム、チラペチーノ。まず、食べ物からやるから。あ、アップルパイね。アップルパイ、おっぱい。アップルパイ、おっぱい。 パイっぱいどこですかアップルパイおっぱいどこ,どこですかえ、アップルパイおっぱい。アップルパイ、あどこアップルパイおっぱいアップルパイおっぱいどこアップルパイおっぱいあった。で、これでやって、はい、包んで、これで、はい、アップルパイおっぱいですで、アップルパイおっぱいゲットして、で、あとなんだっけまたゲップ出る。 えっと、アメリカンワッフルね。アメリカンワッフルね。アメリカンワッフルは素手で持つな。主人公素手で持つな。これでトンカチがあるんだが、トンカチで掴みなさいよ。はい、これで、あやって、はい、アメリカンワッフルね。で、えっと、次は、パンプキンケーキね。パンプキンケーキ。パンプキンケーキはどこですかパンプキンケーキ、パンプキンケーキ、パンプキンケーキ、パンプキンケーキうまいよな。パンプキンケーキめっちゃ好きなんだよな、俺。なんかさ、カボチャの風味っていうの。カボチャの風味がめちゃくちゃうまいやん。んちょうどよくて甘くて美味しいよな。でパンンプキンベープ でですでえっと、あとは、えっと、ホワイトもか、ソルデットキャラメルもか、え、抹茶シフォンケーキね。抹茶シフォンケーキはこれですね、どう見たって。はい、抹茶シフォンケーキ。うん、素手で持つな。素手で持つな。これ、トングがあるんだから、トングで掴みなさい。はい、これ持って。はい、で、これ、はい、抹茶シフォンケーキです。で、えっと、次は、えっと、抹茶クリームチラペチーノ。何それもうよくわからん、最近のこの飲み物は。えっと、抹茶、抹茶なんだっけ、抹茶クリームチラペチーノは、えブレンドアイス、ミルク、抹茶パウダー、ホイップクリーム。 ホイップクリームかちょっと待って。え、ミルク、抹茶パウダー、ホイップクリームでいいんだ。じゃ、コーヒーいら、いらないんだね。こ、あ、コーヒー入れちゃった。いらないんだねって言った瞬間に入れちゃった。どういうことたまにある脳の誤作動。脳の誤作動であるよね、たまに。なんか、いら、入れなくていいよねって言った時にさ、入れちゃうってわかるえっと、じゃあ、えっと、なんだっけ、えっと、抹茶だから、えっと、コールドか。コールドで、はい、これを持って、えっと、ミルクね、ミルク入れて、 で、この、コールドカップ、入れて、これ入れて、で、えー、っと、なんだっけあとは、えー、っと、抹茶パウダーとホイップクリームね。えー、抹茶パウダー、抹茶パウダーどこですか抹茶パウダー、はい入れときますで、えー、っと、ホイップクリームどこホイップクリームどここれ何これ。監視カメラあ画質荒画質あらまあ、監視カメラってそんなもんかで、えー、っと、ホイップクリームどこホイップクリーム。あったこれ、ホイップクリーム。はめっちゃ、めちゃ、ね、補充してある。はい、で、これ入れて、はい、よいしょ。 いや、ホイップクリームの出す音っていいよな。癖になるよな。で、これ入れて、えっ、ー、と、コールドカップ、これ入れて、えー、お待たせしました。抹茶チ,チラプチーノです。で、えっ、ー、と、次は、えっ、ー、と、ホワイトモカね、えー。ホワイトモカはどっちホ、コールドえっ、ー、と、んホットか、えー、ホワイトモカ、コーヒー、スチームミルク、ホワイトチョコレートソースね。オッケー。えっ、ー、と、まず、コーヒー入れて、 で、スチーム、あ、これ入れて、これ入れて、えっと、これだよね、これ入れて、あれ、これだっけ合ってるっけあれ、ちょっと待ってえ、待って、えっと、えー、っと、なんだっけえー、っと、ホワイトモカホワイトモカスチームミルクかスチームミルクってことは違うわ。え、スチームミルクだから、そうだよな。だって、あったかい飲み物に氷、い氷入れるって、バグってんもんな。ね、ははは。 頭おかしいじゃねえの <laughs> あったかい飲み物に氷入れるなんておかしいだろうおかしいよな。えっと、スチームミルク入れて、これ持って、で、スチームミルク入れ、の、no!。で、あとなんだっけすぐ忘れちゃう。ダチョウ並みの脳みそだからすぐ忘れちゃう。えっと、なんだっけホワイトモカだからえ、ホワイトチョコレートソースね。えっと、ホワイトチョコレートソースをプッシュして、の、no!。で、これ大きいの。これ o きいの。はい、セットして。はい、ホワイトモカ一丁 で、えっと、次は、ソルデとキャラメルもかね、はーい。待って、めっちゃややこしいんだけど、コーヒー、スチームミルク、キャラメルシロップ、ヘーゼルナッツシロップ、チョコソース、チョコソース、わからんわからん。コーヒーとスチームミルクだ、ね、な、まあ。とりあえずコーヒー入れて、で、スチームミルクも入れの、はい、スチームミルク入れの、これ入れの、 スチームミルク入れて、の、これ、ゲット C の。で、なんだっけえっ、ー、と、なんか、ヘーゼルナッツなんちゃらとえー、キャラメルシロップ、ヘーゼルナッツシロップ、チョコレートソースね。えー、キャラメルシロップ、えー、ヘーゼルナッツシロップ、あ、なんだっけははははすぐ忘れるもう、やばいって <laughs> えっと、チョコレートソースね。オッケーオッケーオッケー。チョコレートソース入れんの。はい、ワンプッシュワンプッシュ置いてはい、で、これ入れて、これ入れて、はい、で、これで完成です で、はい、完成して、はい、これで、えー、と、はい、お待たせしました。ありがとうございました。またこれでお待ちしておりますはい、で、みんな帰って、うわ、突き抜けてる、体。体突き抜けてる。え、お前らどうやって来たん高校生なのに、車で来たんか行けてんな。免許取ったんか、高校生で。偉いな。はい、で、通り抜けてった。ドア通り抜けてった、あいつ。は車で乗ってんのか。あまああれだぞ。危ない運転すんなよ。気をつけろよ。危ない、危ない。その運転危ない。早い、早い。<laughs> 早いって運転。運転めっちゃ早い。荒いんだけど。ああ、うわうわ。早い。早い早い早い。すごいことになってるって。で、えっと次は。お、なコートの男性が来た。誰だコートの男性が来た。めっちゃねじれてる。あれなんか、あれ <laughs> あれあれなんか、この顔どっかで見たことある気がするんだけど。あれこれ、ウエストランド井口じゃね <laughs> ウエストランド井口 <laughs> ウエストランド井口来たんだけど。え、ちょっと待って。ウエストランド井口来たんだけど。サインください、サイン。ちょっと <laughs>、30年後のウエストランド井口みたいなやつ来た。で、発作って言うんだ。いや、絶対違う。ウエストランド井口だって。え、ラテよ。うん。え、ラテそれだけ発作さん、それだけ,さんそれだけウエストランド井口さんウエストランド井口さんですよねどう、ははは。 どう見たって、ウエストランド、井口。うん。で、えっと、頼んだものは、だってね。ラテは簡単、もう覚えた。えっと、コーヒー入れて、で、スチームミルク入れて、これスチームミルクな。スチームミルク入れての。はい、スチームミルク入れの。これ、鳥の。鳥っての。で、これも鳥の。で、これ、入れの。はい、ラテは簡単ですよ。八っささん、ラテは簡単ですよ。八っって美味しそうな名前してますね。はい、八っささんお待たせしました。はい、で、あ,ありがとうございました。また、これでお待ちしております。あれ、なんすかん なあ <laughs> ウエストランド井口が話しかけてきた。え俺は探偵だ、うん。ウエストランド井口さん、探偵に、あれなんすかえ転職したんすかえ怪しいやつを見かけなかったかいや、特にえ。最近事件が増えて依頼が殺到しているえ。お前何かおかしなことはなかったかい、い,いえ、特に。何かあったら電話してくれ。えトラブルに巻き込まれたくない場合は、早めに閉店することをお勧めするよ。 えうわ、ウエストランドイグチさん、サインくださいサインでも、せめてサインだけでもうわ、ハッサクさん、ハッサクっていう名の、ウエストランドイグチ。気をつけてな。うん、ハッサクさん、気をつけて。うんあかあ帰らない。うわ、運転あら、運転あら、探偵なのに運転あら、いや、探偵なのにとか関係ないか。えっと、そう、床を、 なんて読むこれ。清掃の層に食ってなんて読むえなんて読むえっと、じゃあ、えっと、まず、床を省く。なんて読むこれ。えっと、掃除して、あ、これ通り掃除か。これじゃなくてこれか。え、うき持ちの、はい、で、掃除しなきゃいけないと。えっと、誰かここでゲロ吐いてるゲロ吐くなやコーヒーショップ、おしゃれなコーヒーショップでゲロ吐くなや、切ったねえな。 あいで、掃除して。なんだこれうわ、ゲロめっちゃ生えてる。大丈夫調子悪いのにコーヒー飲みに来ちゃダメだよ。ねえ、胃腸炎胃腸炎かなか血が混じってるけど、血が混じってる吐砂物。大丈夫血混じってますよ。病院紹介しましょうか大きめの病院行った方がいいよ。えっと、まだないかなあ、あるある、ゲロ、ゲロここで生えてる。やめてそういうの。ゲロ吐くなや。 えっと、はいはいはい。ゲロはトイレでしてください。で、えっと、まだあるんか、ゲロ。ゲロどっかあるかあまだあるわ、ゲロ入ってるわ、ここに。まあ、やめてそういうの。ね、綺麗な、あれ、コーヒーショップは汚れる。うんなんだいなんだい んなんだいうわ、やばい停電した停電やでも街並みは明るいってことは、なんかあれかなな、なんで、なんて言うのあれ、なんかブレーカーが落ちたんかブレーカーが落ちたってことだよな。待って、この暗いコーヒーショップ楽しい私だけいる、私一人のコーヒーショップ楽しくないめっちゃワクワクするんだけど、これ防犯カメラ監視カメラは何も映ってない。え、暗めっちゃ怖いやん。はい、で、え なんか光ってんな。なんでこれだけついてんのなんでこれだけついてんのえス,トストーカーじゃない。間違った。あれなんで、ブレーカー落ちてんのになんでこれだけついてんの、はい、これ取って、えっと、ブレーカー、あ、これか。これ上げて、はい、はい、大丈夫かなえっと、うん。えこ、うん、れどうすればいいえ、私何すればいいえっと、ブ、え、何え、んか落ちてる。ねこれ 牛乳丸ごと一本牛乳落ちてる。どういうことなんで牛乳落ちてんのうわ牛乳だけ浮いてる。見て、影が牛乳だけ浮いてる。なんで、はい、戻して、戻しての。 え、牛、えー、待って、牛乳落ちすぎじゃないすいません、誰かいますか牛乳めっちゃ落ちてますよ。牛乳がすごい散乱してますよ。だから牛乳取って、スーパーのおばちゃんみたいな格好してんね。ス,スーパー、スーパーの惣菜コーナーにいそうな、なんかおばちゃんの格好してんね。主人公。えっ、ー、と、じゃあこれ戻して、えっ、ー、と、これ戻して、はい。で、終わったかなうん。で、は、なんだ ?11 月15日、あー ああああ,あ,あえ何 ?11 月なんだ今の、今の季節11月なんだあれここはどこうん、あたしんちじゃないよね。あれあ、なんかチラズコーヒーのマークが書いてある。え、誰してんこれ。誰してんだこれ。はんなんだえ無言やめてくんないなんか喋っていや、無言やんけ。 いや、戻ってきた。なんだったんまあ、とりあえず、あの、コーヒーショップ向かいますか。えっ、ー、と、じゃあ、コーヒーショップ向かって、いや、なんか怪しいんだよな。まあ、なんかちょっと気がかりというか、なんかつかかってるところは、あの、ボーちゃんみたいな人がさ、あ、あの、ぼ、僕、実は、あなたのことが好きでしたっていう、なんか、ね、ストーカーなんじゃないかとかも思ってるけど、いや、さすがに違うかな。いや、さすがに携帯電話、ね、落としてもらったのを拾っただけで、あれだよな、恋する人っていねえよな。いやそんな 恋する人いないよな小学生ぐらいだよなえっとえな風強ない風強ないあで言ってあの人いないわあの人いないわあま,またここにいてさあの僕君のことが好きですとか言ってきたらめっちゃ気持ち悪いけどねあじゃあ入って仕事行ってはいでおなんだ んうん、これどこどこあ,あ、私、私の車。で、はい、はいはい。先輩先輩もうすぐ帰らないでくださいよ。私寂しいんです。自分、あ、先輩いるわ。先輩いるわ。よかった。先輩ちゃんと接客してる。先輩私がお客さんになってきました。何買おうかなえっ、ー、と、じゃあこの、なんかケーキか、ロールケーキ買おうかな先輩お会計して。あと私のこともお会計して持ち帰ってもいいんですよ。もう何言ってんだふふ。<laughs> <laughs> 頭おかしいんじゃねえのはい、閉めて。えっと、はーい。じゃ、先輩にお持ち帰りされたいな。先輩にお持ち帰りされたいな。先輩絶対優しいもんで。はい。えっと、おい、マジかよ。えっと、また遅刻かよ。寝坊か。す、いや、すみません。いやって言ってる。いやなんか、あれだよね。なんか遅れた理由があるんだろうね。だから、すみませんじゃないって。ん ?2 回目だぞ もっとやる気出せよ三男の俺でさえ、こんなしっかりしてんだぞうん。<laughs> いや、意外と弟の方がしっかりしてること、時ないいや、意外と長男って、なんか抜けてるところ、抜けてるところがあるよ。えっと、ママに起こしてもらえないのかよ。一人暮らいしだからね。うん、すみません。 なんだあいつえ先輩待って私の大好きなダーリンダーリン待ってなにどこに行くんですか先輩こいつ文句だけ言って帰ってくんだよな趣味悪なんなん若い女の子に文句言って帰るのが趣味なんですか気持ち悪い趣味えっとじゃあ、えっとまず片付けての、はい。で、私のロッカー、ー私の私物これしかないのえっとじゃあ入って、あ、誰か来た誰も来てないえっと、ん 音楽が流れてる。でもう誰が来た誰いや、クロちゃん来たえ、クロちゃん来た今度はえ、ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、ウエストランド入口からの、今度はクロちゃんが来たクロちゃんですこんにちはうん。ジェームズ、コーヒーと、アメリカワッフルと、アップルプレート、キロブロブロブーをお願いします。申し訳ありません。もう一度、ゆっくりお願いします。あ、すいません。早すぎましたね。 コーヒーと、アメリカワッフルと、アップルプレート、クラフトソース3をですえ。ご注文は以上です。ウクロちゃんです。 クロちゃんですわーわわ、ロちゃん来たね。なんか、ね、ジェームズさんジェームズさんなんかか、顔おかしくないな、顔がなんかすごくボコボコしてるけど。はい、で、取って。えー、っと、いや、一人でこんな食うのめっちゃ食うやん、ジェームズさん。え、コーヒーに、キャラメルスコーンに、アップルパイには、アメリカンワッフルデザート多めですね。デザート多め、尖った注文。で、まずは、えー、っと、アメリカンワッフルね。え、アメリカンワッフルは確かここ。はい、取って。で、これ取って。はい、アメリカンワッフルお待ち。アメリカンワッフルです。で、アメリカンワッフル取って。 でえー、次は、キャラメルスコーン。えー、キャラメルスコーンはどこだキャラメルスコーン。キャラメルスコーンどこえー、キャラメルスコーン、どこキャラメルスコーンなくねえー、っと、こっちじゃないこっちじゃないえー、こっちじゃなくてキャラメルスあ、これか、キャラメルスコーン取って。はい、で、これ、鳥居の。で、大きいの。はい、キャラメルスコーンお待ちで、えー、っと、次は、えー、アップルパイね。アップルパイおっぱいね。アップルパイおっぱい。アップルパイおっぱいおっぱい大好きで、こっち行って、アップルパイ、え、アップルパイおっぱいです ジェームズさん、私のこともお持ち帰りしませんか今なら、アップルパイ、アップルパイと一緒におっぱいもついていきます。なっちゃって。<laughs> 気持ち悪い <laughs>。でもこういう、グイグイ来る女、なんか俺好きなんだよな。で、コーヒーね。コーヒーか。ね、デザートたくさんのデザートにコーヒー一杯い。いっすね。音っすね。音っすね。で、はい、コーヒー取って。これカップして、これカップして。はい。で、コーヒーお待ち。コーヒーお待ち、お待たせしました。うん。で、はい、受け取って。 どうもありがとうございました。日本語お上手ですね。ありがとうございます。日本に住んで15年以上経つんです。そうなんですね。長いですね。私は毎,毎回コーヒーを頼むので,ですが、最近味が違うことがあるんです。大丈夫なんか入ってんじゃないなんか豆が良くないなんかうさぎの糞とか混じってんじゃないえっと、大丈夫、大丈夫ですかうん。えお姉さん こ、ここ、何か変ではないですかえ、やっぱなんか呪われてんのかなえっと、この店は、中か、うん。あそこに、い、あそこにいる彼は、知り合いですか <laughs>、うん、うんあ、あそこにいる彼え、ジェームズさんジェームズさん、なんか、良くないもの見えてますよね絶対。うん、うんいや、体めっちゃグネってしてる。んんててて、何この無言の時間え、何この無言の時間気まず 私の気をだったかもしれません。もしかしたらお姉さん、呪われてるかもしれませんよ。ああはたまた、私が呪われてるのかも。なんて。すいません、もう行かないと。うん、では、またああ。ありがとうございました。またご来店お待ちしております。ジェームスさん大好きです。私のこともお持ち帰りしていいんですよ。ジェームズさん行って、はい。ジェームスさん入って。ジェームスさん気をつけてね。うわ、運転あら、運転あはははは。 運転あら <laughs> ジェームズさん、日本に住んで15年って言ってたけど、運転は未だにアメリカなんですね。運転の仕方はアメリカ。うん、危ない危ない。で、うん。誰か来るかなはい、あ来て。うわ、ん、なんか怪しい人来た。一瞬バタンって後ろに倒れた。え何この人大丈夫え何この人ええ何なお話しししません何この人なちょっと可愛い顔してんね。あれ なんか、えオーダーステッカーだけ来た。え何、うん、無言で。えバニラ、チラペチーノ、プラス牛乳、プラス牛乳、よくわからん、よくわからん。何、プラス牛乳って、バニラ、チラペチーノ、牛乳あ牛乳あげますよ、牛乳。あ丸ごと1本ですね。<laughs> これ、牛乳1本ってことですよね。プラス牛乳って牛乳、このまま、このまま1本お渡しすればいいんですかえ、違うの違うのかじゃあどうすればいいんだろう、これ。プラス牛乳って牛乳を2回入れるってこと すいません、お客さんお客さんあの、これ、牛乳プラスって何ですか牛乳プラスって何ですか牛乳プラスって、ま、これ牛乳をもう一回入れるってこと牛乳3回分ってこといや、溢れる、溢れる。溢れちゃうよ。牛乳濃くして、尖った注文しますね、お客さん。じゃあ、牛乳プラスして、はい、これでいいですかこれでいいですかえー、っと、これ、バニラチアペチーノです。 えー、なんで <laughs> とりあえずバニラチラペチーノだけ渡してみるか。これ渡して、えっとこれで、はいバニラチラペチーノです。あれ受け取った。これプラス牛乳って何ですかすいませんお客さん。プラス牛乳って何ですかこれ牛乳丸ごと一本ってことですかあ、あげますよ。はいどうぞ。はい受け取ってください。いや違うなって顔してんね多分。これ違うんだよなってちょっと困った顔してんね。じゃあ牛乳、どういうことえ、牛乳牛乳だけってことん、どういうことえ、コールドカップに牛乳入れて、 牛乳入れて、これでいいってこといや、違うよね。え、どういうことえ、こうじゃないえぇ、ー、どういう注文尖ってるめっちゃ尖っとるやん。えー え、コールドカップに牛乳入れえの。で、これ、コールドカップ、あ、はいやって。はい、お待たせしました。牛乳プラスです。で、はい。お客さん、ありがとうございました。またこれでお待ちしております。あれ、行くあそっちに座るんですか大丈夫ですか私の見えないとこで何してるんですかしこってますか大丈夫ですかはい、で、ん誰もいないな。だあー、誰か来た。お兄さん。あれ <laughs> ちょっと待って <laughs>。 なんか、ははは、なんかこういう人いたよね。なんか俳優でこういう人いたよね。なんだっけ赤楚英治さんだっけ名前間違ってたわごめん。なんか赤楚英治さんみたいな人来た、来た、来た,た,た、みたいな人来た。え赤楚英治さんみたいな人来た。ええははははは。ウエストランド、井口の次は赤楚英治さんが来た。ははは。 もうどういうこと意味わからんって。赤楚衛二さんだっけ赤楚衛二さんが来た。で、翔や、君、可愛いね。連絡先教えてよ。あ、大丈夫なんか後ろ、なんか通ってたあいつ。えっと、あの、ご注文はうーん、君のハートなんてね。ふっふっ、君も。えっと、はは、そうだな。君のおすすめがいいな。え、てか、君、何ちゃん名前教えてよ。 え、おすすめは、期間限定の、ダブルチョコレートチラペチーノになれ、チラペチーノになります。あと、私の、金も。キモ。え、そっか。名前と連絡先は <laughs> ててててん。ほら、俺ってさ、イケメンじゃんだから、結構モテちゃうんだけど、今がチャンスだよ。なんだこいつ気持ち悪いな。え、連絡先でもだけだもんね。じゃ、嘘の連絡先教えるか。はい。ありがとう絶対連絡するね。注文は何でもいいよ。 なんだこいつね、あいつ、あいつにさ、なんか私の、またこれ主人公のお母さんのさ、連絡先教えてさ、修羅場にしようぜ。<laughs> <laughs> 修羅場にしてやろうぜ。あんた、なんなのよって。あの子のなんなのよってね。修羅場にしてやろうぜ。えっと、キャラメル巻きアートね。え、キャラメル巻きアートは、え、どうやって作るんだキャラメル巻きアート。ブレンドアイスコーヒーに、えー、ミルクに、えー、キャラメルシルバえー、っと、ブレンドアイス。まずブレンドアイス作りの。えー、っと、これ大きいの。えー、っと、で、これで、はい。入れて、はい。で、えー、っと、あとはなんだっけ。えー、っと、なんだっけ、えー、っと、キャラメル巻きアートだから、えー、どれだキャラメル巻きアート どれあこっちかえー、っと、スチームあここっっっちちか間違ええたこっち見ったわ、えー、っとコーヒー、スチームミルク、えー、コーヒーね、まずコーヒー入れて、で、スチームミルクも入れて、えー、スチームミルク入れて、で、あと何えー、っと、あとは、えー、コーヒー、スチームミルク、えー、キャラメルシロップ、キャラメルソースね、OK、えー。キャラメルシロップにキャラメルソース。えー、っと、これ置いて、で、キャラメルソースに、 え、キャラメルシロップね。OK。で、これ入れて、これ置いて、はい。で、お待たせしました。あの、あの、サービスで、私の母乳入れときました、母乳。内緒ですよ。はい。で、うん。どうですか座った。えなん、机にめり込んでる。大丈夫ですか机にめっちゃめり込んでますけど。ははは。 もう <laughs> <laughs>、めっちゃめり込んでる。大丈夫ですかめっちゃめり込ん、なにそれな、なになにえ、なになにその止まり方なにそう手、ちょんちょん止まんのなにどうしたどうしたどうしたなんか、落ち着きがないのどうしたどうしたどうしたトイレはあっちですよえどうしたなにこいつ気持ち悪赤楚栄二さんだ。多分赤楚栄二さん。気持ち悪,んん持ち悪えんあいつ帰っていったか いい車乗っとんのあいつ。早い早いあいつ早いって車の運転で。で、ゴミを出してテーブルをく。はい。え、ゴミ、うゴミ何これ死体でも入ってるんですかってくらいの。ね、ゴミがあるけど。えっ、ー、と、まず、え、ゴミ捨てての、え、ゴミどこゴミなんで空いてんの誰かここ入ったえーで、では、これゴミ出して、 え、ゴミ出しの、はい。で、出して、誰ここ誰入った誰か入ったよね、ここ。ね、これの扉何これね、何これ。開かない何この扉開かずの扉。で、えっと、 えー、ゴミ出してテーブルを拭く。えー、テーブルを拭くってことは、えー、っと、なんだテーブルを拭く。雑巾か雑巾でいいんかえーどう、雑巾で拭いて、えー、っと、これ持ってって、おいおいおい、誰かしこってんじゃねえかよ、ここでコーヒーショップでしこんなや何しこっとんのしこっとんのじゃ、こいつら。2回もしこっとる、しかも。2回もしこっとる、こいつ。俺と一緒俺もしこるとき2回しこる。はい。何しこっとんだ、こいつら。コーヒーショップで。コーヒーショップでしこんなや。 ああ、しこってるの、ふいて。あ、はいしこってるの、いて。なにこれなんか置いてあるねこれ。んなにこれんなんだこれんあたしんあたしこれあたしかなんだどういうことあたしがいた。えなんだ ?11 月27日。ああ、ああ、ああ。うん。で、うん。えなんか、えこれ。えなんか、え,え,えなんか恋しない なんか、隣から声するえな、何の声えまさか、接してる、接、え、接してる接してる待って、えちょっと、よく聞いてみんな。はっな、パンパン言ってないはっな、揺れてるベッドがきしも音がしてるこれ絶対接してるわえ、ベッドがきしも音してるえはっなんか、パンパン言ってる <laughs> 待って。あ、パンパン言ってる <laughs> おい隣で誰か接してるぞおい <laughs> だ隣でパンパン言ってるちょ、気持ちよくなってちゃう、こうやって。 パンパン聞こえる誰か制してる待って誰か隣で制してるやめて大学生の私にとっちゃ、ちょ、過激すぎないやっぱ誰か制してるえすいませんすいません誰か制してますかすいませんコンコンセックスうるさいっすよふふふ。<laughs> で、こっち行って。はい、性うるさかったね。で、はい、こっち行って。 はいえ、接してたんだけど隣の住人さん接してたんだけどやだー私もいつかしたい <laughs> 本音出てる本音出てるってはいでえっと <laughs> <ー>ババーぶっ壊したるわ、ね、<laughs> このクソババ <laughs> ババーぶっ壊すこいつ <laughs> ちゃんと前見,見,見て歩きなさいよ <laughs> クソババ この、クソ<か> <laughs> バッバ <laughs> こいつ、顔面が誰かわかんなくなるくらい、ぶん殴ったのかな、このババまったく、最近の若い人と来た、お前だわお前だわ、このクソババアえ 赤ちゃんいるの赤ちゃんの、え、このベビーカー引きながらのあのスピードベビーカー持ちながらのあの、あのスピードや赤ちゃんびっくりしちゃうって。あ、ぼうや、かわいいね。いや、すっぽんぽんえ、すっぽんぽんちょっと待って。<laughs> なんですっぽんぽんちょっとお母さんお母さん、いい匹、いい匹着させてあげてくださいよ。なにこのバーバー。なんだこのバーバー。わーい。ば、お、赤ちゃん大丈夫怖かったよね。バブバブはい、チュパチュパ、大丈夫ですかあの今話題の猫ミンも踊ってあげようか。あ、チュピチュピチチュパ。 ャパドビドビダバダバ巻き込みドビドビブン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 全然笑ってくんないマガオ全然面白くないんだろうなおいババあ後で後ともなくね顔面が誰かわかんなくなるぐらいぶん殴ったのかんなおい覚えとけよクソババアクソババアがはいでえっともうなんだあのクソババアマジでマジでびっくりしたなんであのクソババアマジでぶん殴ったタロはいこっち行ってはいでえっと私の車ねはいレッツゴーではい ん着いたんえ誰してんーちゃんかまさかーちゃんえーちゃんだよな、これ多分。あの、ぼ、僕、ーちゃんです。絶対ーちゃんや。ーちゃんや、これ。ーちゃんしてんだよな。え怖え？えーちゃんいて。 で、私の車あって、えっと、うん。で、これ、チラーズコーヒーだよね。え、待ってこれ、チラーズコーヒー、これ、外、外とかあんのえ、外でコーヒー飲めんのうわ、いいなこう、都会の景色を眺めながらのコーヒー最高じゃねえかよはい、オープンして、えっと、えー、っ、えーえーえー、と、先輩は、えー、自分の荷物を片付けて先輩のお話を、お話しする。あ、先輩先輩何してたんですかもしかして,してし、しこってましたしこってましたか先輩えっと、今日は、初の閉店までのシフトだな はい。変なお客さんとか来るんですかあ、まあ、たまにはいるよ。そんなことより仕事に集中してろ。やることはいっぱいおっぱいあるんだから。実は私、ストーカーに会って、会ってるかもしれなくて、怖いんです。あ、もう気づいてるんだ。ははは。誰もお前なんか興味ねえよ。 うん、なんか、何かあったら、俺が助けてやるよ <laughs> 待って、これさ、これもしかして、ね、これ、ね、これ本当に船橋先輩が助けてくれるんじゃないなんかストーカーが来てさ、なんかいや助けて私もう殺されちゃった時に、やめろお前俺の女に手出すなみたいなこと、ね、なんか来てさ、こう船橋先輩が助けてくれて、私の将来の夫になるとか、将来の夫ですか将来の夫ですか先輩、大好きです はい。で、帰っちゃったね。じゃあ、とりあえず、あれか、また、作業しますか。で、はい、私物置いてーの。私物置いてーの。はい。先輩帰ってっちゃったの早い早い早い。運転早いの。 で、誰か来たね。誰、あら、ジェケあれやだやだ、このジェケスカートが短いスカート短いあと、足が、この二人、足細すく、細すぎてビビるこの二人、足細すぎてちょっと怖いで、こいつはただのデブ。こいつデブすぎ。おっぱいでかいのね。デブだからおっぱいでかいわ。でも、俺、細くておっぱいがでかい子好きだから。デブでおっぱいがでかい子あんま好きじゃないから。で、えっと、えっと、ごめん、トイレ行ってくるわ。キャラメル頼んでおいて。うん。オッケーレミちゃん。 で、まゆみ、あ私はシナモロールとチロスとコーヒー、ホイップ追加で、ははははこいつ、ホイップ追加って言ってるデブやんけ。で、そんなに食べんのえっと、お支払いは別々ですかえ、一緒でいいです。私は抹茶クリームチラプチーノ。 んっと、は今寒いよ死ぬよ時期考えなって、お前死なねえだろお前肉が分厚いから死なねえだろ <laughs> こいつ、こいつ死なねえだろ、絶対。ええっとね、余裕だって。あー、あとマリーなんて言ってたっけキャラメルって言ってた。キャラメルって、キャラメルって言ってなかったキャラメル巻きあと。いや、チラペチーノの方でしょ。あ、まあ、二つあるんかだから、それ死ぬんだって。うん、死なないよ。うんそれはあんただけだって。ふふふふ。 <laughs> 何これ何この会話 <laughs> <laughs> えうんーもうじゃあお姉さん決めてくださいえ,ー、<laughs> えーそれではキャラメル巻き跡ホットでよろしいですかうん、いっちゃったねじゃあとりあえずはいこれ取って。 え、まずは、ストロベリーチュロスってやつだね。ストロベリーチュロス。え、ストロベリーチュロスどこですかストロベリーチュロスどこですかストロベリーチュロスは、えー、っと、抹茶シフォンケーキ。これ、これ何これ。これ選択できないえー、っと、これじゃない。えっ、ー、と、えー、っと、どこだなくね ストロベ、あ、これか、ストロベリーチュロスついてい、ストロベリーチュロスとかめっちゃうまそうイチゴが入ってんかうわ、うまそうだなお前が食うんだろ、まゆみまゆみ、お前デブやなどんどんお胸が成長しちゃうぞ多分、あれだぞ !F カップぐらい合うだろう F カップぐらいあるんだろめっちゃデブやかんなえっと、ロールケーキえ、ロールケーキはどこだえ、ロールケーキはどこだロールケーキどこかなえ、これだねはい、これ取って紙袋入れて、の、で、これ入れて、え、ロールケー、あ、ロールケーキお待たせしました で、えっと、え、キャラメル巻き跡ね。え、キャラメル巻きトはどうやって作るんだっけえー、キャラメルシロップとキャラメルソースね。もう、ふんだんに、ふんだんにキャラメル入れるんだ。えっと、キャラメルシロップとキャラメルソース。で、これ置いて、あ、ミルク入れちゃった待ってミルク入れちゃったミルク持ってたからミルク入れちゃったあお客さん、すいません、ミルク、あのあ、あの、あれ、なんだ、おまけしときましたよ。ダ、う、メ、ん、だ,だよね。 えい、ー、キャラメル巻きやとで、えっと、次はなんだっけえっと、抹茶チラペチーノね。抹茶クリームチラペチーノ。こいつもマユミかマユミの頼んだやつかえっと、抹茶クリームは、えっと、ブレンドアイスミルク、抹茶パウダーにホリップ、ホリップクリームにね。オッケー えー、抹茶パウダーとホイップクリームね。えー、っと、抹茶パウダーどこですか抹茶パウダーここにありますね。お一さじ入れて。で、一さじってなんだえー、っと、これ入れて、ホイップクリームこれ、まゆみのだろうこのホリップ大量は、まゆみのんだな。太るぞ、お前、太るぞデブは、あれ、モテねえぞあまあ、デブが好きな子もいるけどね。デブが好きな男子もたくさんいるけどね。はい。で、はい、これゲットして。まゆ、あ、みもまあ、太りすぎだぞ。制服きつきつだぞ。<laughs> もうデブにうるさい、めっちゃ <laughs>。 デブンもむさい。そう、俺も最近ね、太ってきちゃったのよね、ちょっとね。体重が重くなってきちゃったのよね。ちょっと困ってんのよ、ダイエットしなきゃ。えっと、で、えっと、えー、ほっと、これコーヒー入れて、なんだっけ、コーヒーと、コーヒーとホイップクレーム、これもマユミかこれもマユミかマユミ2杯飲むか ?2 杯も飲むかこいつ。めっちゃ飲むやんけ。で、えっと、これ入れて、はい、ホイップクレームしごーって入れて、で、これ、蓋して、 はい。で、はい、お待たせしました。コーヒーププラスホイップクリームです。で、ありがとうございました。またご来,、ま、ご来店お待ちしております。あー、いあ、そこで座るんですか。うわ、生首みたい。生首があるみたい。で、はい。えっと、マリー、ありがとう。わか、今お金渡すね。うん。お客さん来た。青髪え、青髪見たことない。青髪イブ君しか見たことない。青髪の人、イブ君しか見たことないんだけど。ねえねえ、はい。で、んえ、今日一緒にバス乗ってたおっさん、めっちゃ肝がなかったははは。<laughs> うわ、イブくんじゃん髪色青って。この前ライブ行った時ね。あ、なんだっけコロロンだっけコロロンコロロンの時確かね。なんか、髪色青だったんだよね。そのごめんなさい。イブくん知らない人ごめんなさい。えっと、何この人なんかムキムキな体に赤ちゃん、赤ちゃんの首くっつけたみたいな人来た。な、な <laughs> にこの人 <laughs> なんか、んか首、なんかムキムキなマッチョの男性の体に赤ちゃんの首くっつけたみたいになってる。えっと、かいや、ラ、ラテを一つ。 え、ラテですね。370円た、なります。たっかえ、たっかラテに370円たっかえ、370円。えっと、10円玉が4、5、6、7と、あと100円玉が1、2、あれ ?2 枚しかないな。270円では無理だよな。<laughs> こいつかわいいかいや、ちょっとかわいいな。で、え、てんてんてん。 仕方ない。今日は諦めるよ。えー、かわいそうちょ、主人公、100円出してやって。ね、100円出してやってかわいそうだから。たぶん、カイヤも頑張ってるから。えー、あと100円なんすよね。俺出しますよ。あ、え、アキラくん優しい。めっちゃイケメンやん、お前。めっちゃイケメンで優しいやん。えカイヤで、でも、困った時はお互い冷ますから、うちの親父がいつも言ってるっす。 え、今日、暖かい、寒いし、暖かいもの飲んだ方がいいっすよ。え、めっちゃ優しい。アキラくんみたいな人が増えてほしい。いや、こういう人がね、あれだ、報われてほしいんだよな。え、こんな俺なんかに、ありがとう。うん、そうだよね。気にしないでいいっすよ。めっちゃ、な <laughs> にこの人、この人めっちゃいい人。ならありがたく頂戴します。本当にありがとう。え、かいや、かいやさんもいい人。ね。あ、そういえばお姉さん、霊感あるかいやくんどうしたえ、い,いえ。え、そうか。な、そうかいならいいんだ。え、なんだ あ、お姉さん、俺、バニララテね。あ、てか、お姉さん、一人っすかいいっすね、気楽で。え大丈夫かえ、一人なのかな、本当に。いや、怖いな。防犯カメラ、誰か映ってる映ってないよな。で、ああえー、っと、なんす、な、なんだっけえっと、バニララテとラテだね。えっ、ー、と、じゃ、まず、ら、簡単なラテ作って、えー、っと、牛乳でしょ。で、これ入れて、牛乳主ーって入れて、はい、で、これと、トットリの、これ、入れんの、 で、これ,れ、イレーのカップ設置パカって、これ置いて、はい、これで、ラテお待ちしました。カイさんお待ちしてくれうわ、この二人仲良すぎて、フュージョンしてる。この二人仲良すぎて、フュージョンしてた。やば。どんだけ好きなん仲いいな、お前ら。ねえ、そのうちなんか、あれだね、なんか、なんてうんだろう、う膝枕とかしてそうだもんな。で、えっと、えっと、あとは、バニララテね。バニララテは、えっと、どこだバニララテ。え、コーヒー、スチームミルク、バニラシロップね。えっと、コーヒー、え、スチームミルク、え、スチームミルク、 はい、これ、スチームミルク入れーの。はい、スチームミルク入れーの。で、これ、鳥居の。えー、なんだっけえ、バニラ、なんだっけえ、バニラシロップだっけバニラパウダーだっけなんだっけえー、っと、バニラシロップね。オッケー。バニラシロップ入れて。え、バニラシロップ入れて。はい、オッケー。で、これで、蓋して。あー、お待ちしました。アキラさん、お待たせしました。私、アキラさんのことが大好きです。はい。で、あお待たせしました。あ、カイヤさん、帰ってる。早っ、あの人。飲むの早っ。で、あー、お持ち帰りするタイプか。 はいでうん。えんかいやさんん行っちゃった。車乗ってる なになになに今のなに今のドンって。はいで、えっと、テーブルを吹く。テーブルを吹くんか。え、じゃあまず、雑巾ゲッチしての。雑巾ゲッチしての。この雑巾、なんか白紙みたい。なにこの雑巾 <laughs> めっちゃ、めちゃピーンってなってる。この雑巾めっちゃピーンってなってる。おいおいしこりすぎだぞどんだけしこってんだよ、こいつらおい、ははははおいコ、コーヒーショップでしこるなよどんだけしこっとんのよはいで、拭いて、拭いて。どんだけもうね、三人まとめて。待って。これ さっき座ってたのってさ、女子高生だったよね。え待って、えしこったというより、えまさか、おなった <laughs> おなったかえまじでえあの、女子高生だったよね。この、ここ3人全員女子高生だったよね。えやったのかえそういうことしたのかえ、エッチめっちゃエッチちょ、俺もその現場見てみたい。で、あ、これ、かイやさんだったよね。かイやさんもしこったんかかイやさんもしこってて、はいはい。拭い,拭いて、拭いて、うん。

<laughs> 何この視点 <laughs> すげえ、あたし、あたしなんか宙浮いてる。何このマーキノの,の視点何このマーキノの,の視点マーキノってやった時の視点になったんだけど。何これなにこれはい、これ見て。何このマーキノの,の視点マーキノの,の視点になったんだけど。はい。でもあって、うん。坊ちゃん、私のこと好きで来てくれたの坊ちゃん坊ちゃんいるはーい。で、こっち行って。坊ちゃんいるん坊ちゃんいるあれ あ、いないわ。坊ちゃんいないわ。あれ坊ちゃんいないぼ <laughs> 坊ちゃんいないんだけど。あれ多分ドライブスルーしたかったけど、車持ってなかったんだよね。あれなんかあるねこれ。えっと、初めて会った日。そう。あのチラズで、彼女は僕に笑いかけてくれた。一輪の花のように、彼女を思うだけで胸が高鳴る。こんな気持ちは初めてだ。今日もいつものように周りを照らしてるんだろうか。何この急なポエム。ポエムみたいなの来た。でんなんだえ次は まさかえ ?12 月にこいつかああ。なんかすごい飛んだね。めちゃくちゃ飛んだ。